ってんのあんだろう、ね、あるよ。はい、皆さん、田代の第2コースのゴンドラに乗ってます。ご覧の通りとても気持ちがいいです。新雪というかまだあまりシュプールに書いてない早朝です。右手の方の白樺の林、気分いいですね。これからここ神楽から、失礼、田代から神楽へ移動していきます。この移動の時間が結構長いんですが、私はこのコース連絡コースですね、連絡コースなんですけど嫌いじゃありません。連絡コースも景色を眺めたりちょっと一息ついたりとかすることはできるし、もちろんその中にはとても滑ってて面白い場所がありますね。今回ご紹介する神楽への連絡コースにはそんなとっても楽しい多様性のある連絡コースなんで、これを一つ、皆さんに見ていただきたいと思います。一緒に行きましょう。連絡コース気持ちいい。ありがとうございました。